はいそれでは二千二十論文本試験を切るを始めさせていただきます民法を担当いたしますレクセン人講師の豊川と申しますどうかよろしくお願いいたしますえそしてですね今回論文本試験受験なさいました全国の受験生の皆様本当にお疲れ様でしたまあ試験終わってね約まあ一週間経ちましたけど疲れは取れましたがねちゃんと栄養補給しましたしましたなるほどね まあ体休めるのもね戦いのうちですからねしっかりあの疲れをとって次に備えてください。じゃあちょっと民法です、ね、あの始めてままいりますで民法につきましてはねまあ2問ともかなり基本的な論点が出たなそういう印象でした。で特にですねあの2問目の方ですけどもいわゆる改正点ですね、敷金返還請求権の発生時期というねまあ,あれ、いわば改正点だったんですけど で私、いろんなところで出るよ出るよ今年出るよって言って,てまて、あ、実際出ました。なんでで私、なんでそれ出るよ出るよって言いつけたかというと、まあ、改正点なわけですけども明文化されてるんですよ今までは解釈によって建物を、ね、明け渡した時に敷金返還請求権が発生するという考え方、ね、それはまあいわば学者が言ってたわけですよ。で、一応最高裁も指示はしてましたけども今回、明文化されたってことでねいわば 立法機関でである国会のお墨付きを新たたに得たってわけでしょうだから、ますますそのね知識が重要性を帯びているっていうことで当然、試験員もね知っとけよとそれぐらい知っとけよと当然ね、ねそういうふうな気持ちになると思って私はね特に今回あの従来解釈に委ねられてたんだけど明文化された改正点についてはねこの1年間ほぼほぼ皆さんにね気をつけてね要注意だよ。 言い続けてきました。で実際そのうちね、マ、ま、シ、あ、権、返還請求権、またさらにはちょっと細かく言うと二問目の質問二のね、あの合意解除ね、これ転借に対抗できるか、あれも実を言うとね、改正点だったんですけど、一応最後のね、ファイナル模試でお出しをしてまあ実際適中したな、そんなとこでした。でほぼほぼですね、まあ大体予想通りだったんですけど、ちょっと意外だったのがね、あの改正のほとんど影響を受けてない物件、そして担保物件からは 今年全然出てないんですよ。出てないで私はね。むしろね。今年物件担保物件、結構集中的に聞いてくんだかなと思ったんですけど、今年全く聞いてこなかったってことはおそらくね。あの来年は一問は物件、あるいは担保物件から出してくると思います。その中でもとりわけ抵当権ですね。抵当権ねは、まあ、要注意ってことでね。あのちょっと覚えておいてください。 じゃも,もう1問目は当然、改正民法から出ると思います当然、で当然、ね、来年受ける方は改正民法を勉強するわけだから来年全く、ね、改正民法に触れないわけいきませんしたがいまして、ね、出す試験員の方といたしましてもね最低1問は絶対に改正民法から出してくるはずですからですから皆さんの中でね ちょっともう来年、ね、もう目指して頭切り替えて頑張ろうそういういうにお考えの方は、ね、ぜひ今私が申し上げた点踏まえてちょっと頑張ってやっていってください。一問は物件、あるいは担保物件もう一問はまあ改正点ですね改正民法から出るよ ね私はそういう風に読んでますじゃあですねちょっと具体的な中身入っていきましょうで今年の1問目なんですけどねもう皆さんねもう散々問題文ご覧になってらっしゃると思んですけどおそらく試験員の佐久内先生ですねがお出しになったかと思いますで2問目がもう一人の伊藤先生がお出しになったんじゃないかなというふうに私は見てますなんでかというとねまあ、これ大したことじゃないんですけどねあの試験院の佐久内先生ってね 結構文章の書き方点の打ち方に癖があるんですよ A がとか B がとか結構細かく点を打つ先生なんですねそれに対して伊藤先生は結構ねあの点が少ないんですよですからそういうのを見比べてみてもね、まあ、あまり民法の前ねあのどちらがどの先生かとあまり関係ありませんけど一応私の見立てではね1問目が佐久内先生2問目が伊藤先生かなそんな印象ですでちょっとな具体的に中身見ていきますけどお手元のこちらね この論文本試験を切る教養科目、このね、レジメちょっと開けていただきたいんですけども。うんとね、もう早速ね、もう論点ですね、確認いたします。四ページです。開けてください。よいしょ。いいですね。これ主要論点です。で。まず、この設問一の方ですけども、一つ目、この丸一ですね。制限行為能力者を。 理由とすする取り消し、ね、これ一応説問一の一個の個論点に上がってますただ、これねつい先日の所、ね、管ライブ配信の中でも私、申し上げたんですけどこれは、ね、実際書けてる受験生ほとんどいないと思いますしたがいまして書けていなくても全く気になさる必要はありませんから、ね、あのくれぐれも落ち込まないでください書いてなくてもあるいは若干嘘書いても絶対致命傷になりません。いいですね でそれに対して、次、今度、二の表見代理110条です、この正比はこれは書いてほしい、ね、これ書かないと、説問1、ね、問いに答えたことになりませんので、でねちょっと皆さんに聞きますけれども、この説問1のこれ表見代理110条の問題なんですけれども、109条と110条の頂上適用を書いたって方、います いるんだなこれが。<laughs> これは、ね、問題になりませんよあとで、ね、また、ね、ご自分でテキストを確認していただきたいんですけど109条と110条の頂上適用というのはねとにかく代理権は与えられてないんですよ与えられてないただ何かの手違いで、ね、例えば委任状が渡ってしまってその後委任状に記載された権限を超えて代理行為が行われた場合なんですよだからとにかく代理権は与えられていないこれが大前提 だけど本は皆さんご存知の通りね代理権与えられてますからねですからこれを書くとねちょっと印象悪いなとでももちろん他の歌詞でねあのしっかり書けてれば挽回できますからねそれほどあの深刻に押し込む必要はないというふうふに思いますじゃあこれちょっと丈夫見ますけどじゃあこれ1九9条何のために挙げてるんだよちょっと開けてください3ページです。確かにこれをね 条条文文がが参考条文として上がって上っるんですよですから皆さんねこれ問題文ご覧になってみて一応110条の表拳代理なんだけどこれ109条なんか関係あるのかなって悩んだ方も結構いらっしゃると思うんですよおそらくねこっちらだけどさっき皆さん,んか手挙げなかった方結構いると思うんですよ隠れ受験生書いたけど言えないよって方私いると思うでじゃあこれ109条どんな意味があるかというとね大した意味ないんですよちょっと110条見てください 全条,条,条本文の規定は前条本文の規定はで途中、飛ばして最後順用するようになっていてこの110条の中身これ結局、全条本文の規定を順用するということになっていてこの110条を説明するための説明条文として109条が上がっているにすぎないんですよ、そういうこと。ね、だからこれ 本問はあくまでも百十条の表見代理プロパーの問題ですね。百九条あくまでもこの百十条のね条文の中身これねここを説明するための説明条文として上がったに過ぎないんでね。したがってやっぱり設問一は百十条の表見代理だけを書いてほしかった。でねやっぱり今回こういうね形で条文上がってるってことでね皆さんぜひね来年ちょっとね視野に入れて勉強するって方はこれもね覚えておいてください。 当然ね参考条文として挙がっている条文全く意味がないわけないんですよただ全部の条文を押しなべて使うわけじゃないよってこと今見たようにねあくまでも他の条文の説明条文として掲載される場合もあるんだよということは知っておいてください,い,いです、ね、じゃあ戻りますで続いてもう一回、レジュメの方ですけども、えーとね、4ページです。ままたたねちちょっと論点確認いたしますよこちら 四ページです。ですね。で、続いて、今度設問二の方ですね。こちら、今度丸三です。相手方が代理人をだばした場合の代理行為の効力。で、丸括弧で。代理行為の可視は。誰を基準とするかということで。これもね、私ね。この一年間、結構いろんなところでね。出したと思いますけれども。これ、やっぱりね。百一条一項ですね。これは触れてほしい。触れてほしい。これに触れないで。 いきなり次の、ね、96条3項に行っちゃうと相当印象悪いです印象悪いなんでかというと96条3項というのは皆さんご存知のとおり例外規定でしょまずは原則として、ね、この詐欺取り消し取消し権が発生するという原則論を言わなきゃいけないんですよで詐欺取り消しがあったかどうかっていうのはねこれ代理人が騙されてるわけだから、ね、この101条1項の適用があるのかどうかね要するに 代理の場合は本人と代代理理人人人出てくるでこれ代理人が騙された場合果たして、ね、これ詐欺があったと言えるかどうかが問題なわけですよ。で皆さんご存知の通り詐欺の定義,詐欺の定義相手方を疑問して錯誤に陥らせるこれが詐欺の定義でしょ96条1個の詐欺の定義で果たして、代理の場合今言ったように本人と代理人が出てくる。だから果たししててどっちを基準にして 詐欺のの有無を判断するのかでこれが問題になってこれを規定しているのが101条項項と2項なんですよで本件は、ね、この前のライブ配信でも私申し上げましたけど問題文を素直に読む限りにおいては、ね、本人は疑問の事実知らないしたがって101条1項の、ね、原則論で代理人を基準として、ね、で実際、代理人 B は疑問されているから詐欺はありいいです、ね、96条1項の詐欺はあり。 したがって詐欺,に詐欺がありってことだから、ね、96条1項で取消し権が発生しでさらに代理の場合、ね、効果はことごとく本人に帰属するから本人 A が取消し権を取得し行使する行使すると121条本文によって、ね、これ訴求項があった取り消し訴求項があったするとこれ、e、ですね第三者、e、でしたねこちら、ね、は初めから無権利者だったことになる。 そこで、皆さんご存知の今度例外論です、96条3項に持っていくとそういう流れです。ですから、さっきも言いましたけど、いきなりね、ここ、96条3項、詐欺取り消し、対抗できるかっていうのを書いちゃうと、ねちょっと印象悪いですね、やっぱり前提、原則論、いつも言ってますけど、民法というのは原理原則からスタートしますから、まず原則論に触れてほしい、ねそういうところですね。で 中身につきましては、ね、あとこの96条3項、これは3点触れてほしかったですねこの第三者の意味、無科室の用費そして陶器の陽気、登記の用でこれもこの前のライブ配信で触れましたけどこれ E は、ね、第三者 E は一応、登記を備えている既登記ですけども一応、こんな論点があることを私は知っているよということを死刑院員に示す意味でこの登記の用費も 書かれた方が一応、無難かなという気はします一応解答例でもそれは書きましたただ、一応、理論上はね、い、e、訳等記なんで書いてなくても大きな原点はないと思うただ、一応、やっぱりある意味、これは験員との競争、戦いですから自分は知ってるよそれはやっぱりある程度、試験員にアピールするためには書いておいた方が無難かなという気は個人的にいたしました書いててなくても、ね、原点のことりあえず1問目はこんなところです。 大丈夫でですかね <laughs> で今度2問目いきますでまたレジュメですねちょっと見ていただきたいんですけどもいしょで続いて今度9ページですねいしょ今度2問目いきますでご覧の主要論点ですねまず、設問1ですけどこれはもうねさっきも冒頭で申し上げました敷金返還請求権の発生時期。 もうこれはね、書けなかったらもうもうべ申し訳大変申し訳ないけど、もう勉強不足の素質に免かれませんね。もう一回ちょっと頑張って勉強し書頭切り替えてね、また勉強再開してくださいね。で、これ書いたっていう方もね、これちょっと書き方です。これもこの前の書簡ライブ配信の中で申し上げたんですけど、これ問題文見るとね、ちょっと左のページご覧ください。左の八ページに問題文上がってるんですけども、これ設問一のえっ、ー、とね。 第二段落ですこの場合において A は B に対して敷金を返還することなく高建物の明け渡しを請求することができるか論じなさいということなんで、ね、こういうふうに出題者がねこれ聞いているわけですよ。A は B に対して敷金を返すことなく高建物の明け渡しを請求できるか当然皆さんが相手方 B であればねこの敷金返還との同時立候を主張するでしょう。ですから この回答例でも、ね、一応その点を触れてるんですよで何が言いたいかというとねこの指揮権返還請求権の発生時期の論点のところでやっぱりねいきなり発生時期が問題となるというふうに書くとやっぱり論点のなんか論賞のなんかこうぶつ切りをなんか提示された感じがするんでやっぱりね今お示ししたようにこのね問いに答える形でやっぱり同時履行の抗弁権に言及してほしいんですよ。 やっぱりねあの論証を覚えて吐き出すって方、結構多いこれではこの試験単なる暗記競争になるじゃないですか鑑定士試験暗記競争なわけないんですよもちろん暗記の上占める上と大きいですよでもやっぱり鑑定士としての適性を試す試験なわけだから当然、やっぱり現場思考で柔軟な思考ができるかどうかも試験員って絶対見てるんですよ。だから 単に覚えた論証を吐き出すでこれで終始するんじゃなくてちゃんと問題文にマッチした形で書くその意味では自分が覚えた論証をデフォルメするんですよデフォルメするそういう柔軟性も大事ということは知っておいてください、ね、であと続けますよ今度9ページもう一つですね。問題こっちですねおそらく皆さんも、ね、悩まれたと思いますけど説問2の方です 賃貸借借の合意解除と転借人ってことなんですけどこれね直前のファイナル模試でお出しをしたんですけどもこれ皆さんねそんななに多くは書けなかったと思うおそらく審議則あるいは権利乱用を根拠にしてこのね現賃貸借の合意解除をもってねあの転借人に対抗できないねそういうふうな論証をお書きになったと思いますけどそれでいいです一応回答例では回答例ではね この前あのライブ配信の中でも触れたんですけど最高裁の考え方の例外です。例外、ね、について触れてで最後、信頼関係破壊の理論まで言及して一応、答案を結んでいるんですよただ、いろいろ、ね、こう皆さんにヒアリングした限りにおいては、ね、この合意解除です、ね、あの転職人に対抗できるかという論点でこの判例の、ね、例外まで触れている人ちょっと私まだ、まだ期間短いですけどお目にかかっていないですよ。 ちょっといたら手を挙げてほしいしねあの本当にねいや俺、書いたよ私書いたよっってちょっとねあの教えてほしいんですけどもやっぱりこの試験どこまでいっても相対評価ですからですから結論から言うとこの説問にですね一応3番目にね私、これね回答例にも書きました信頼関係破壊の理論を一応乗っけてはいるんだけどもここ、合意解除と転職にねさっきも言いましたけど審議則あるいは権利欄、よでもいいです。それを根拠にね 点尺にに対抗できないって書いてれば、十分な合格点はつくであろうと思いますんで。ね、ですから、あんまり心配しなくていいです。心配しなくていい。ただね、全体的に基本論点を聞いては来ているけども、さっきもね、いくつか言いましたけど。やっぱり問題文にこうマッチした形。ね、ちゃんと問題文に沿った形で論証を書くっていうところで。私は最終的な点差が生まれると思う。単に論証を覚えて、吐き出すだけの、ね。 そういうい暗記競争の答案かそれとも、ね、本当にこの人に鑑定士になってほしいな私がね例えばちょうど皆さん鑑定士になった時にね私が本当にいや皆さんだから仕事を依頼したいんだ本当にそう思わせる皆さんか、ね、やっぱり大事だと思うんですよ、ね、採,点者す採点するのはやっぱり試験員です人間なんですよ担当みたいに冷徹なコンピューターじゃありませんのでやっぱり試験員はそういうところ見ますから、ね、自分はこれだけの可能性を秘めているよ 将来遠慮なくね、私に仕事を任してね、ねそう胸張って言えるのだね。そういう答案を書いていただきたいな。これはちょっと私の欲でしょうか。ね一応まあそのとこです。ねじゃあ一応民法については以上です。ねで一応ですねこの後とあのカンテ最後に終わった後にですねちょっと私あの改正民法についてちょっと喋れというふうに言われてますので一応喋りますのでぜひねまたその時あのお聞きになってください。じゃ以上で終わります。 えー、皆さん、こんにちは。講師の森田祐二です。えっとですね、私の方からは経済学ですね、えー、コメントさせていただきますが、えー、ページで言いますとですね、えー、19ページまず開けていただければと思いますね。で私の方からは2点ですね、えー、まず、えー、どれだけ取れれば合格できたのかということと、それからまあどんだけ当たったのかっていう、 ことの二点お話できたらと思いますけど、え十九ページですね見ていただければと思いますけどミクロ経済学でこちらは栗野先生がおそらく取材されたということだと思いますけどもまず括弧一ですね完全競争市場がテーマで取材されておりますけどもまあこれ本当にですねびっくりするぐらい簡単な問題だったですよねでここでもう絶対取らなければいけないということなんですけどなんでこんな問題こんな簡単な問題が出たのか って言うとまやっぱり去年あまりにもね。やっぱり不動産鑑定試験の受験生の方がま点数取れなかったっていうことなんでしょうね。ですから、ま栗野先生が括弧1でまサービス問題をですね。出してきたという感じで、まここできっちり受験生の皆さん解いてくださいね。と、まあそんな感じだったと思いますね。でま常識的に考えればですね。配点で言うと4点ぐらいかなっていうふうに思うんですけどもま実はですね。私20点ぐらい20点ぐらい行ってんじゃないかなっていうふうに思っておりましてですね。まここでま皆さん。 くだださいといいいととううことだったのかなというふうに思いますで完全競争市場に関してはですねまあ、一応的中討練でもやってたんですねまあやらなくても取れるかなっていうレベルのですね計算問題だったわけなんですけど、まあ、的中のですね、えー ま、31ページのところにですね、適中当連の第2回で、まあ、計算問題散々ね、扱ったわけなんですけども、まあ、私の方でも、均、え、衡、ー、取引量、均衡価格やっておりまして、で、余剰分析もこちらは入れてたんですけど、こっちの方がずっと、まあ、レベルで言うと難しかったかなというふうに思いますけども、えー、本試験でも完全競争市場が出たということで、えー、ここで絶対取るという感じだったと思います。まあ、あ、取れた方の方が圧倒的かなというふうに思いますね。 で、過去の2番なんですけども、ゲーム理論ということで、もうて、あの、本当に本命中の本命が問われましたよね。まあ、前回、まあ、昨年ですけども、完全競争市場、マーケットがですね、まあ、効率的な状況に関してですね、取材されたということなので、まあ、今回は、資源配分が、えー、まあ、あの、最適じゃない状況がおそらく問われるだろうということで、えー、まあ、不完全競争市場というのをね、レックでは狙っておりましたけども、まあ、ゲーム理論、えー、問われたということで、まあ、 当たったなっていうふうに思いましたけどね。で、同時手番ゲームですね。ここ丸つけておきましたけど、同時手番ゲームということで、まあ、的中当連それからファイナル模試、どちらもゲーム理論を扱っておりまして、ファイナルの方で同時手番ゲームを扱っておりましたので、まあ、あの、ちょっとね、お役に立ててればいいなっていうふうに思ってるんですけどね。 で、まあ、ただですね、このゲーム理論結構難しいんですね。えー、オークションという、まあ、今年ノーベル経済学賞を受賞した理論のテーマからですね、出題されているわけですから非常にまあ難解であるということなんですけど、ただですね、栗野先生は非常にまあ今回ですね、 ヒントを込めてるんですね。もうヒントの雨あられなんですよ。えー、19ページのですね、正しい子をちょっと見ていただければと思いますけど、私、えー、これ3本ですね、マーカー入れてるんですね。えー、まあ別に入れても入れなくてもいいですけど、えー、3つ文がありましてですね、3つ文にマーカー入れといたんですけど、まあ、ここがですね、もうヒントになってます。 ですからゲーム理論があんまりよくわかんないっていう方もですね、正しい子を読めてればですね、まあこれ結構取れたんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。まあただ、あのー、レベルとしてはちょっと難しい問題だったのかなというふうに思いますね。で、まあオークションについてもですね、 まあ一応若干触れてたということで、まあ、32ページなんですけど、まあ、本当に若干ちょっと触れさせていただいたと。ただね、今回、まあ、触れてなかったとしても、正しい以降のですね、ヒントがありましたので、まあ十分ね、えー、結構回答できたんじゃないのかなというふうに思いますね。で、まあ、 ちょっと見ていきましょうかね。えー、丸一番なんですけども、えー、丸一番はですね、えー、改定1の入札額は4000万円、改定2の入札額も4000万円のとき、落札者落札額、そして改定1と改定2の利得を求めなさいということで、まあ、これはちょっとね、若干難しいんですね。えー、ただ、えー、先ほど申し上げましたように、ただしい以降のですね、えー、内容が読み取れてれば、まあ、難しく実はなかったのかなというふうに思いますけども、まあ、やっぱり緊張している状況というのを考えます とまあ、ちょっとやっぱり難しいかなと思いましたね。で、丸2番ですね。えー、問いの、えー、問い1をうんたらかんたらっていうふうに書いてますけど、丸1、えー、丸、ま、ごめんなさい、丸2番ですね。で、丸2番のですね、解説、解答例の方をちょっと見ていただければと思いますけど、 えー、丸二番のですね、22ページなんですけど、あの、私が丸つけたところですね、ここはちょっとできてほしいかなと、ね。ゲーム理論に関して理解が深くなかったとしても、正しい行のところがきちんと読みこなせてれば、ここの2箇所はですね、まあ、きちんと点数が取れるはずなんですよね。ですので、まあ、ここのところは、あの、ちょっとね、あの、できてほしかったかなというふうに思いますね。正しい行の読み取りができてれば、この2箇所はですね、同じように書けるはずと。 え、確率計算も絡まないという話なんですね。で、それに対して、丸1のところっていうのは、さっきちょっと若干難しいですねっていうふうに私申し上げたんですけど、丸1のところは確率の計算が絡んでくるんですよ。だからちょっとレベルが上がるということで、まあ、少し少々難しいのかなっていうことなんですけど、まあ、今ご指摘したところというのはですね、確率の計算も絡まないということなので、まさに読み取りができてれば、 点数取れるということで、国、まあの先生的にはです、ね、本当にボーナス問題だったんじゃないかなというふうに思ってるんですね。 で、あっちゃこっちゃ飛んで申し訳ないんですけど、21ページに、えー、行きましてですね、21ページの真ん中ですね、私ちょっと真っ赤に入れときましたけど、まあ、現場思考力、国語力がまさに問われてるのかなということで、カッコ2番のところですね、真ん中21ページですね。現場思考力、国語力がまさに問われてるかなと。で、まあやっぱり実務家であればですね、その現場思考力っていうのは当然必要な力、 スキルになってくるわけですから、まあ、やっぱりこういったタイプのです、ね、問題がこれからもです、ね、出題され続けるんだろうなという,ふうに思いますねですから問題の読み取りですね鍛えていか,んいかないといけないということですね。 で、まあ、先ほどですね、えー、豊岡先生の方も、あの、力強く語られておりましたけど、21ページの下ですね、えー、民法も暗記じゃないということなんですけど、経済学もやっぱり暗記じゃないですよね。えー、経済学暗記だっていう迷信が結構ありますけど、全然暗記じゃなくてですね、民法と同様に考える力が問われてますんで、まあ、ここでもですね、えー、問題文きっちり読み解いてですね、考えて答えてくださいという問題が問われたのかなというふうに思いますね。ですから、丸2番は、えー 確率の計算が絡んでないところ以外はですね、まあぜひ取っていただきたいかなというふうに思いますね。丸1はね、確率の問題ちょっと絡みますから若干難しいと。で、今度丸3番ですね。 えー、ナッシュ均衡の定義ですね。まあ、こちらはですね、もう確実に取っていただきたい問題になりますよね。ナッシュ均衡の定義ですね。で、丸4番ちょっと三角つけておいたんですけども、えー、丸4番は、これ、利得表がきちんとですね、描けてないとですね、まあ、きちんとした答えを導くことはできませんので、まあ、だからちょっと三角というふうに書いたんですけど、まあ、しかしながら、これ言葉で説明できる問題ですから、まあ、ここでものすごく気合を入れて書いていただければですね、ある程度点数来ると思うんですよね。ですから、ま、こういったところでも 諦めないという姿勢で臨んでいただければ意外に点数取れたんじゃないかなというふうに思いますねですから、まあ、ちょっとまとめていきますとカッコ1番が、えー、まあ私実は20点ぐらいくんじゃないかなというふうに思ってるんですね、まあ、常識的に考えると4点ぐらいで十分だろうっていう話なんですけども、えー、実は20点ぐらい来てでカッコ2番がまあ30点ということなのかなというふうに思いますねでカッコ2番のところでもですね難しいところが入っておりますけども確率が絡まないと ところはでですすね、えー、そんななに難しくないわけですからヒントもありますしですから、なんだかんだ言ってですね問題1です、ね、一見すると難しいですけども、ね、オークションが出たということで一見すると難しいですけども、まあ、なんだかんだ言って6割は、あ合格者の方だったら行くんじゃないのかなとうう思っております。 では、えー、引き続きましてですね、えー、っと、問題2になりますけども、えー、マクロですね、ちょっと見ていただければと思いますけど、どうでしたかね、皆さんね、マクロちょっと見てですね、これ面食らった方結構多かったんじゃないかなというふうに思いますね、統計データが出て、 それが日銀の引用文が出てということで、今までの形式とは全く違うということで、まあ結構びっくりしたという方が多かったかなというふうに思いますけど、まあただですね、これもね、内容的にはですね、そんなに難しくないですし、それから、 そうですね、えー。結構7割以上取れてる方もいるんじゃないかなっていうね、えー。そういった問題でした。今までのマクロの方が圧倒的に難しいですね。ですから、まあこちらはですね、あの、おそらく小松先生が出されたということだと思いますけど、まあ何度も私強調させていただきましたけど、小松先生は不動産鑑定士ですから、えー、受験乗り越えてきますてますんで、不動産鑑定士受験生の方のレベルをよくご存知ということでね、これぐらいだろうということで、まあ出されたということで、 ま形式は違いますけど、今までとはですね。だけど、まあ非常にですね、あの、受験生の方のレベルを知り尽くしたね、感じかなっていうふうに解いてて思いましたね。では、えっと、一個一個見ていきますが、24ページ開けていただければと思いますけど、え、カッ1ですね。 えー、ちょっと見ていただければと思いますけど。まあ、これ、カッコ1からカッコ4までありますけど、おそらく1つ12点から13点ぐらいで合計50点って感じだと思うんですよね。えー、カッコ1からカッコ4まで4つありますけど、12、3点が、まあ、あそれぞれ、えー、与えられてんのかなっていうふうに思いますけども。で、カッコ1番で、地価とファンダメンタルズっていうことで、これもう、あの、散々私ね、あの、資産価格の決定式っていうのをやってきたんですよ。小松先生対策でですね。まあ、後ろの方に書いてありますけど、まあ、一番顕著に当たってんのが、 ここですね。 一番顕著に当たってるのが37ページのですね、ズバ的ですね、ズバ、ズバリ試験対策講座の問題後ですね、ファンダメンタルズっていう言葉も出てきておりますし、まさに地下水準のね、えー、その決定式に関する問題がカッコ2にありますよ。37ページですね。ですから、あの、ここはもうまさにそのまま出てんなっていう感じですよね。で、リスクプレミアムに関してもカッコ3番でやってますから、まあ、結構これなんか使っていただければ、あの、 解けたかなというふうに思いますし、あるいは37ページの下のですね適中は株価ですけども同じ資産価格の決定ですよね、それから38ページもですねやっぱり株価なんですけど同じ資産価格の決定ということで、まあ、資産価格の決定に関してはもう散々やってきたつもりで小松先生対策でねファイナンスの、不動産ファイナンスの方ですからまた、あ、って散々やってきましたんで えー、まあ、私としてはですね、ここ取っていただきたかったところかなというふうに思いますね。で、えー、っと、括弧の一番なんですが、あの、ここでですね、まあ、ちょっとわかんなかったっていう方がいらっしゃったかもしれませんけど、あの、名目利子率と実質利子率両方出てきてるんですよね。名目利子率と実質利子率が両方出てきてるんですけども、まあ、今回はですね、名目利子率と実質利子率区別しないと。 イコールであるというふうに考えて欲しかったんですね。あの、皆さんの頭の中には、あの、私の授業で散々やっておりますから、フィッシャー方程式っていうのがあると思いますね。実質利子率イコールメモルク利子率マイナス期待インフレ率ということで、まあ、この式が頭の中にあると思いますけど、今回、仮定のですね、丸2番により、物価水準が一定であると仮定してるわけですよね。丸2番で物価水準が一定であると。で、物価水準が一定であるというふうに仮定するならば、通常、期待インフレ率もも0ですから。 ね、えー。今年も来年も再来年も物価水準が一定であればインフレ率がゼロということで、将来人々が予想するインフレ率もゼロになるわけですよ。従いまして、実質利子率と名目利子率が、期待インフレ率がゼロだから、一致すんだな、というふうに、まあ、ここでは解釈してですね、名目利子率が下がったっていうことは、実質利子率が下がったっていうことと同義だと。 じゃあ実質利子率が下がったんだったらどうなのかって言うと与えられた資金にですね当てはめていけば、えー、地価がどうなるのかっていうのが明らかになるということで、まあこちらもまあ非常にですね、点数取りやすかったですね。ただね、これちょっとひどかったなっていうふうに思うんですよ。ここ。 24ページなんですけど、P イコールの式がありますよね、式1って。で、P っていうのは物価水準っていうふうに書いてますけど、これ、物価水準じゃないですよね、地価ですよね、地価の水準だと思いますから、だからここのところはちょっときび、あのー、私もだから解いててね、あれっていうふうに思ったんですよ。 え、なんで地下って書いて、あの、地下じゃないのかなっていうふうに、ちょっと私も、ここでロスタイムっていう感じだったんですけども、だから、ここでちょっとね、あの、動揺しちゃったっていう方はですね、もう本当に、それは本当にかわいそうな限りですよね。えー、ここで P っていうのは物価水準、通常 P は物価水準なんですけども、ここではやっぱ地下かなということですね。なので、ここのところがちょっと、あの、なんでだろうっていうふうに、えー、ちょっとね、考え込んでしまって、ロスタイム生まれたのであれば、ちょっと本当に、それは、あの、残念な、 あことでありますけどもえ、問題としてはですね、まあ、そんなに、こう、えー、新しいのが出たっていう感じではなかったかなっていうふうに思いますね。でね、まあ、今私、あの、実質利子率と名目利子率がだからイ、イコールですよってことをお話しさせていただいたんですけど、これヒントもあるんですよ。ここに。えっ、ー、とですね、ちょっと見ていただければと思いますけど、25ページですね。もう、だから、ミクロもマクロもヒントだらけです。 だから問題文が長いってことは、もうヒントが込められてるってことですね。だから問題文が長いということは、逆にラッキーというふうに思ってもらいたいんですよ。読み込めば読み込むほどヒントがあるんだなと。分かんなかったとしても、解けるんだなっていうふうに思っていただきたいんですね。で例えば25ページですね、えちょっとマーカー引いておいたんですけど、物価水準は固定されている、そのため、モデルの運用に際しては、名目利子率と実質利子率を区別する必要がないというふうに書いてるんね。 だから物価水準が固定されてるんだったら、名目利子率と実質利子率、区別する必要がないっていうふうにここで書いてるんですよ。ですから、今回の括弧1の問題は、物価水準が一って、物価水準が固定されてるんだから、実質と名目の利子率っていうのは区別する必要がない、一致してんだなっていうふうに、この問題文のヒントからです、ね、読み取ってです、ね、24ページのです、ね、問題解いていただければという流れだったんですね。もし分かんなければね。だからフィッシャー方程式で私は解いちゃいましたけど。 期待、ね、インフレ率がゼロだから、名目と実質の利子率が一致するというふうに説いちゃいましたけど、そこが分からなかったとしても、25ページのところの問題文読,問題読めば、ですね書いてありましたから、まあ、こういうのもですね、えー、読み落とさなければ、ですね、あのー、結構ね、えー、点につながったのかなというふうに思いますね。 ま、ここのところもですね、え、ちょっとこの統計資料を使うというところは若干慣れてないから難しいかもしれませんけど、内容的には式を使いこなせればいいということで、ま、やっぱりそうですね、7割ぐらいちょっと取っていただきたいところだったかなというふうに思いますね。ま、ただちょっとね、P が物価水準というふうに書かれてるんで、ここで動揺した方いらっしゃったかもしれませんけど、それはもう本当に残念な限りです、本当に。だからこういったところでのちょっと、え、ね、あの、 まあミスというか、そういうのはちょっと残念なんですけどね。で、25ページちょっと言っていただきまして、カッコの2番なんですが、えー、貨幣需要のね、えー、お話なんですけども、もうこれもね、ほんと基本中の基本ですよね。えー、私の講義でも貨幣需要はもう散々やっておりました。もう、あの、 小松先生、ファイナンスの方ですから、散々ですね、貨幣需要やってたんですけども、まあ、例えばですね、えっと、40ページ、貨幣需要の式がありますし、散々やっていたということで、まあ、こちらはですね、本当満点取っていただきたいかなというふうに思いますね、カッコ2番に関してはね、満点、貨幣需要、まあ、しっかりと示していただければと思いますね。 で、それから、カッコの3番ですね。えー、こちらも、ま、12点から13点ぐらいもらえるのかなというふうに思いますけども、あの、古典派の可変数量説が出たということで、まあ、私一応当たってたんですよね。可変数量説ね。まあ、可変数量説ね、あのー、気持ちの中ではね、あん、可変数量説どうかなというふうに思ってたんですけど、まあ、今年小松先生が、一1年目ということで、ファイナンスだから、金融、金融の分野から出るかなというふうに思ってたんですけど、まあ、古典派どうかなとは思ってたんですが、あのー、だから私は、 むしろ貨幣上数とかねそっちの方が出るかなっていうふうに思ってたんですけどまあ、そっちはちょっと逆に透かされちゃった感じだったんですけどまあ、古典派がね、えー、初年度だったからまああの一応何が出るかわかんないから金融いろいろ出しとこうかということで、えー、古典派もやってたんですけどまさにその古典派のですね貨幣数量説が出てああちょっと直前期扱っといて良かったなというふうに思ったんですね私はもうあの貨幣数量説よりも貨幣上数とかね信用上数とか信用創造機能とかそっちの方かなっていうふうに思 持ってたんですけどだから39ページで的中道例の3回目ですよ、貨幣数量説やっといたんですよ、やっといてよかったなっていう,ふうに思いましたよ、フィッシャーの交換方程式もケンブリッジの現金残高方程式も両方やってましたからね、的中でね。それからら総ざらいでもでもすねまさにこの 42ページですけど、総ざらいで、今回 MV イコール PT じゃないですか。MV イコール PT がね、総ざらいの問題文で載ってますけど、まあ、直前期にやっといてよかったなというふうに思いましたね。で、えっとですね。じゃあちょっと25ページですね。えー 細かく見ていきますけど、えー、この枠の中ですね、蒸気貨幣数量方程式に基づくとということで、これ、この丸一番はね、え、貨幣、貨幣の流通速度ということで、普通に入るかなというふうに思いますね。で、まあ、二は物価が比例して上昇するという、この丸一、丸二は結構取れるかなというふうに思いますけど、丸三、丸四ですね。まあ、二択だからね。 あの、当たるかなっていうような感じがしますけど、丸3、丸4で結構迷った方いらっしゃったかなっていうふうに思いますね。で、丸3番が実質利子率ですね。実質利子率。で、どうして実質なのかっていうと、あの、民間の投資っていうのは実質利子率の関数なんですよ。民間の投資っていうのは実質利子率が下がったら増えるっていう関係にありましたので、名目じゃないんですね。 IS モ, IS モデルっていうのはその民間の投資と民間の投資が、まあ、メインの、ね、理論でありますから、まあ、したがって民間の投資っていうのは実質利子率の、えー、大きさに依存するわけですからねですから実質利子率が影響を与えるんだとで一方で、ね、LM モデルこれは名目なんですよ。 名目利子率なんですよでこれも私の授業では多分触れてはいるんですけどもただねこれもヒントの雨あれで上見てくださいカッコの2番ね貨幣市場について書いてるじゃないですかねで貨幣市場についてか書いてあってでここの式、えー、ね、式んに貨幣市場の決定のところに、えー、利子率の要因で決まるっていうカッコの中に利子率入ってるわけですよでこの利子率は何かってうと名目利子率なんですよ ね、ですから、貨幣市場に影響を与えるのは名目利子率だって、括弧二2番でヒン,トヒントというか、答えを乗っけてくれてるんですよね、だから真上見ればです、ね、名目利子率って書いてあるわけですから、あじゃあ、LM モデル、貨幣市場は名目利子率に影響を受けてるんだから、あじゃあ、丸四番名目ですねっていうことで、分かっちゃいますよね、ですから、結構ヒントが、ね、あ,のあるということで、まあ、その辺ですね、あの今後の参考にしていただければと思いますね。 で、まあ25、25ページの、えー、丸5番なんですけども、まああ、可変数量説は固定派の理論で、まあ、長期的なことを言ってたりするということで、まあ、丸5番長期が入るんですけども、まあ、こちらはそうですね、えー、まあ、最低でも3問ぐらいちょっと取っていただきたいかなというふうに思いますね。ただね、丸3番とか丸4番とか2択ですからね、えー、2択ですから、まあ、そういうのを考えるとちょっと4つぐらい取ってほしいかなというふうに思いますけど、まあ、最低でも3つぐらい取ってほしいかなと思いますね。では最後ですね、ちょっと時間の方来ちゃっておりますけど、 えー、2013年の4月にですね、えー、大胆な金融政策というのがスタートしたわけなんですけど、まあ、量的質的金融緩和についてですね述べているということで、まあ、こちらはですねあの3つありましてね、えー、3つ書くということなんですけど、あの金融政策によってですねあの名目利子率が下がりますよねとねで、えー、大胆にやることによって、期待物価上昇率が上昇して、ですね実利子率が下がりますよねと。 ここまでは書けたと思うんですよ。ただもう一つのね、リスクプレミアムがちょっと難しかったかなっていうふうに思いますけども、まあリスクプレミアムのところができなかったとしてもですね、ちょっと解答例後で見ていただいて、リスクプレミアムについての議論があるんですけども、まあリスクプレミアムについてちょっと書けなかったとしてもですね、この二つですね、 金融政策によって名目利子率が下がる、そして期待インフレ率が上昇して実質利子率が下がるという、この2点言っていけばですね、7、8割取れると思うんですよね。ですから、まあ、この、カッコの4番もやっぱり7、8割取ってほしいかなということで、まあ、だから私は問題にはね、あの、6割は超えると思います。軽く。ね、なので、えー、ここは、あのー、ちょっとね、見た目は難しいですけど。 なんか統計資料が出てきて、引用文が出てきて、今まで以上になんか難しそうですけど、逆に今まで以上に圧倒的簡単だったかなというふうに私としては感想として持ちました、はい、えすみません、ちょっと時間が来ておりますので、この辺にさせていただきますけど、私の方,方は以上です、どうもお疲れ様でしたどうも、皆さん、こんにちは。 えこれからちょっと会計学ですね。会計学についての、えー、まあコメントをしていきたいと思います。えー、担当はアレックセニ講師の高坂です。はい、えー、ではちょっと会計学切り替えていただいて、会計学なんですが、こちらのレジュメの四十七、四十七です、ね、ちょっと移していきますが、こちらですね。 でここから問題文掲載されていますで、えー、ちょっともう大体皆さん問題はお分かりだと思います、最初のところですねでこれテーマとしては原価償却というところがテーマになりますで、えー、原価償却で原価消却がテーマで、かっこ1、えー、あいうえおかきということでちょっと切り替えますが、えー、全て空欄で、えー、かっこの2番が、うん、自己金融効果簡単な数値で簡単なですよ。 まさかとは思うんですが、皆さん、1億3868万9千何百何十七何円とか、おいおいおいって、簡単なって書いてあるだろうよって、だめですからね、ううののきれいな数字で10万だったら10万でいいですからね、ですから、簡単な数値例というと、先生、どこだったら簡単ですけど、それはちょっと言いにくいですね、どこまでだったら簡単なのかわからないですが、とりあえず常識的なレベルで簡単な数値例を使って、要するに金額を示してくださいねということなんですね。次括弧の2番なんだここれれっていううはもう なかったことにしましまょう、はい、ということで、えー、原価償却というテーマですね、えー、過去の例で、ちょっと裏返していただいて、はい、48ページ目、これ、ちょっと指針として入れておきましたで、えー、ちょっとプレゼンター切り替えますが、48ページ目、でえー、内容としては原価償却というテーマになります。で えっとですね、一応です、ね、問題の一番、山田先生かなと思うんですが、わかりません、正直、あのなここに書いておいたんですがあの、2人、山田先生と坂上先生ですかね、2人、えー、試験員の方がいらっしゃいますが、どっちがどっちかというと、特徴ないんですよ。 特徴がないないいんでからどっちがでどっちでもいい、もう別に坂上先生でも山田先生、どっちでもいいんですがでとりあえず、まず括弧の一番そんなそんなどっちが作ったとか問題じゃなくてえ括弧の一番、ですね、はい、予想配点はあいうえおかき7つあって、おそらくですよ、間違ったごめんなさい、分かりますよね、多分二2点だと思いますよ、なんで先生2点ですかと、1点にするとどうなるか分かりますか、1点にすると途中点なくなるんですよ。 丸かばつかで採点するしかなくなっちゃうんです0.5点でないんでだから1点は無理ですで3点にすると 3×7 で21点です多すぎる、うん、2点です多分2点ですと言っておいて間違えたらごめんなさいだか,だからこんなの公表しないんで私の二十数年の数年経験から言うと多分2点ですまず間違いなく2点ですで次えもう一回ちょっとプレゼントねカッコののちょっとあの かっこの二番、まさかとは思うんですが、減価償却の自己金融効果って、何とか言わないですよね。ちょっと、この後に、相談を受けますよ。先生、固定すの自己金融効果、げ、げ、先生、減価償却の。なんか、自己金融効果とか難しい感じに並んでるんですけど、これ、何ですかって、だめですから。てか、言いましたので、自己金融効果なんて、私、あの。 正確この年になるとあんまり結構過去の記憶忘れるんですけど私言ったような記憶ありますからね、当連の解説でも自己金融効果、でちなみに皆さんが間違いそう、間違えといとうかやらかしそうなのはそこに書いておいたとでちょっとうちに書いてゆっくり読んでいただきますけど減価償却の自己金融効果って聞いてるんですよ、誰が流動化までしゃべろうって言ったんだよって言われちゃいますね、固定資産の流動化なんか絶対書いちゃだめですよ、流動化なんて書いたらだめですから。 だから聞いてないよって話になっちゃうので減価償却の自己金融効果だけ書くただ先生、だってさ自己金融効果でさ、一ったら1行で終わっちゃうんですけど高坂先生のコメントで行で、うん、1行で終わっちゃいますよ。 だから簡単な数値例をつけてと言ってるわけじゃないですか要するに固定産の自己金融効果なんていうのはていうか大丈夫ですよね、内容としては原価償却というのは自己金融効果を持つなんでかというと原価償却費という費用は他の費用と違って非現金支出費用なんてまさかとは思うんですがそのコメント抜けてる人はいないと思いますが非現金支出費用なんですよということで原価償却って他の費用と違って現金の支出を伴わないのに費用にしちゃってるだだからお金がそのの分だけ会社の中に貯まる。 とということはやりましたこれはやりましたちゃんとけないただ、これだと1行で終わっちゃうので、これを数字を使いながら、で多分先生、後悔してるんでしょうけど、なんでこんなことやっちゃったんだろうなと、数値例を使いながらですよ。ということは、どういう状況なのか分かりますよね、全員数字バラバラですよ。 ある人は50万で書くし、ある人は85万で書くし、ある人は1500万で書くし、これを一人一人、全部何人受験生がいるのか、私も正確に覚えてないですが、一人一人でその数字で正しいかどうかを確認する作業になっちゃって、ね、なんで先生、こんなことやってるんだろうな別に文句言ってるわけじゃないんですが、自ら採点、面倒くさくしてどうするよって、だったら先生が100万とか書いときはいいじゃんって、原価償却費100万で書けばみんな100万で書くのに、これ、簡単な数値例と言われているんで、多分先生、相当後悔してるんでしょうけど、マジかと。いや 全員数字が違うんで大変ですよ俺もさい、いつもなんか採点する気持ちになっちゃうんでわざわざこれ上が、うん、空欄補充にしてるのに面倒くさいな。で、次ですね、カッコの3はなかったことにしてください、こんなのでちなみにいいですか今年受からなかった人今年受からなかった人の原因分析間違ってる人いますけど先生、俺さやっぱり原価償却の計算できなかったんだよ。 減価償却の計算ができなかったんだよね、うん。別にっていう。 そんなものができないから受からないという、絶対ありえないです、減価償却の計算なんてなかったことにしてください、この先生、すごい分かりやすいです、括弧の位と括弧にはちゃんと勉強している人はできてますねと言ってるわけです、減価償却の自己金融効果は分かってますねと、まあ、括弧1の空欄もまあ全部とは言わない、全部とは言わないけど、半分程度は埋まるでしょうそれに対して、括弧さんはやらなくてでいいですか、皆さん受けているの分かりますよね、不動産鑑定士という試験ですよね、ちょっとど,どういった方がいいですか。不動産鑑定士 巷では不動産系最難関と言われてるんですよ最難関の国家試験ですよ 最難関の国家試験なんでさすがにカッコ2で止めちゃってじ原価償却の事故、これ YouTube で流すみたいですねいやど、どうしよう、あんまり言うと不動産化でしてそういうことやるんですかと言われちゃうとあれなんですがあの原価償却の事故金融効果で問題終わっちゃったら簡単じゃんと言われちゃいます、ね、んかあので不動産系一応最高峰の資格と言われてるんですよ、皆さんが受けてるのって,ってか、あの最難関の国家試験と言われてるんですがさすがにカッコ2番で止めるわけはいかないのでカッコ3番は一応不動産鑑定士という試験が が最難関と呼ばれるにふさわしいレベルに引き上げなきゃいけないので、括弧の3番、計算問題出してるだけなんですよ、別に皆さんのことは考えてませんが、どうせできないんでしょっていう、いいんです、できなくてどうせ会計士じゃないんだから、会計士とか税理士じゃないんで、いいんです、こんなの。というか、この括弧の3番は皆さんに向けて作ってるんじゃなくて、世間に向けて作ってるんですよ、要するに世間に対して、鑑定士って難しいでしょうということなんで、そんな簡単なことじゃないんですよと言ってるだけなんで、実際問題は括弧の1と括弧2ができてればいいんだということになる試験なんですね。はい、ちょっと 裏返していただいて四十九ページ目はい。でちなみに早くも私のところにいろいろ質問が来てるんですが、先生これ空欄って別解ないですか。<laughs> 基本は別解はない。 とということでがーんと思っている人いるんですけど、が、うん、ーんって言われてもってい,うあのいいですか別解は基本はないですよ、ただ、私言ったと思うんですが、少なくともちょっと後で説明しますが、第2問目、問題に、これはリース会計なんですが、リース会計は基準通りだから、本当に別解はないです、本当に別解ない、ただ、こっちの原価償却はこれは基準がないんです、あっ、ぶんねーと。 危なかったわ先生ちょっとだから基準がない、つまり会計学を勉強している人たちは普通、この表現を使いますよと言っているだけなんだ,だからあんまり他のもう1つの会社あるんでしょうけどねだ多分これ打ち合わせなんかしてませんよも、もちろん向こうの先生でも打ち合わせしてなくても多分同じ答えになっているはずですよ。 先生裏で,裏で先生打ち合わせしてるんですよ、してないっていうと打ち合わせなんかしなくたって、この表現は全部同じ表現入ってるはずなんです、なんでかと言ったら基準がないんです、基準がなくても、会計を勉強してる人だったら、普通はこうやって書くよねっていうのは分かるんですね、ただ、そうなんだけど、そうなんだけど、これは基準がないので、多分別回あります、別回あり、例えばここ、この辺ありそうな気、対応期間ですよ。 これ多分対応年数って書いちゃった人いるんじゃないですか、対応年数あるいは利用期間とか使用期間、で本当はですよ利用期間、使用期間ってあんまり良くないんです、何でか例えば使用期間って書いちゃった人いるんじゃないですか使用期間ってあんまり良くないんです、何でかとというと使わなくても価値下がるから。 原価償却というのは価値が下がるんですよって減価償却というのは価値が下がる、価値が下がるというのは置いてるだけで価値が下がる建物ってあるんですよ、使わなくても、だから使用期間と言われちゃうと使ってなくても価値が下がっちゃうんで、ちょっとあんまりいい表現じゃないんです、だから対応期間が正解なんですが、鬼じゃないの、こっちも。 皆さん、会計士じゃないですけどね会計士のままってこの間違えたダメですけ、うん、許しませんぐらいのコメント会計士の受験生でこんなのをかけなかったら許しませんなんですが皆さんは不動産の評価のプロなんでまあまあでいいでしょうでしかも一応理想と、まあ、理想というか50点中各問題50点なんですが30点は取,取ってもらわないといけないということなんで多分この問題。 皆さんの答案、家に送られてくるはずです、郵便かなんかで、でばーっと見て、ばーっと、多分先生、今今,もう今頃見てると思います、で今頃見て、多分後悔してるんでしょうけど、ま,あ、まずいな、ところなんでこんな金額書いちゃったなと思うんでしょうけど、この空欄補充に関して、まずここを見てます、当たりますか、先生は、で、この空欄補充で、ばーっと皆さんの答案を見て、どれくらいできてるかをインスピレーションでまず理解しちゃいます、でそこで、例えば、あ全然、ちょっと書いておくねあー、全然できてないんだなって言ったら、別回認めます。 おそらく別解つけないと、三十点クリアできないんで、だから、先ほど言った対応期間ですね、本当は対応期間なんですが。皆さんの答案見てみると、全然これできてないなと思うんだったら、これ別解つけちゃいますね。対応年数だとかで、ちょっともう一回切り替えますが。うん、例えば、例えばいいんですけど、生産高比例法は大丈夫ですよね。生産高比例法とか、で、減毛生産。 ですね例えばこの配分、例えばこれは費用配分なんて費用です費用って言葉くっつけちゃって、費用配分とか、あとは物理的でもこれはまあどっちでもいいんですが、物理的携帯とか物理的な携帯とか、まあ、この辺はどんどんいいんですがあの、多少表現変えて書いちゃってる人いるんだろうなと思いますですからその辺は多分、先生の裁量によって多分変えるで、しかもちょっとモニター切り替えますが、その裁量どのどれくらいまで広げるか、皆さんの出来し第なんですよ。ですから皆ささんがこのさっき写した通り大体受験生か って言ったら別解認めません、悪いですけど、ただ、これは全然できてないなというんだったらこれ別解認めないと30点超えないですから、ですから別解認めないとい、だからちょっと終わったと多分皆さんが質問をる先生別解ってどれくらい認めれるんですかって分からないです。 あの、どれくらい、要するに、皆さんがどれくらいできたかによるんで。皆さんが、先ほど言ったように、みんなができてたんだったら、別解認めないですから。もう、ほとんどの受験生が、うだいで、これ書きましたよ、というんだったら、別解なしです、悪いですけど。ただ、全然、ほら、これ、ちょっとまずいなと、その、採点してる人がまずいなと思うんだったら、別解認めるということ。なんで、その辺は、どこまでの範囲で認めるか、ちょっと先生の裁量なんで、わかりません。ただ、先ほど言ったように、おそらく各問ごと、各、しょうも各問題ごとに2、二点ずつですから。別解で一点です、おそらく、別解は一点にするという。 ということになるだろうなと思います、あ。そうた、そうなんですけど、ちょっともう一回あのだてやりましたよ。生産高切れようって。先生これ何っていう？生産げ道元号償却もやったのに、ね、元生産と元号償却もやったんですけどね。まあただちょっと。この辺は私ここに書いておいたんですが、えー、すいません。あちこちで悪いんですが、ちょっと前のページ戻っていただいて私が、まあ 長年の経験に基づいて多分皆さんの採点しているとこれで30点超えるかなと思っているんですね、えー、ちょっと48ページ目に戻っていただいて、空欄補充7箇所です、多分多分で2点かける7箇所なんですがまあそうですね3箇所ぐらい、なんらいやいや何なら、何言ってんの先生、俺5箇所できて10点でしょ。 おそらく私の経験で言うと、六から十点の間に来るから、要するに三つ、四つ、五つぐらいの感じだと思います。で、いいです。これでいいです。いいですか次。これですよ。 今年の肝はこれ、減価償却の自己金融効果について書きなさい、ここがメインです、メインディッシュです、これができなかったらだめということで、減価償却の自己金融効果はできないといけない、えここが多分三30点降ってます、だからここがちゃんと数,ってかちなみに数値で書かないとだめですよ、もちろん、数値例を書いて原消、減価償却で、ね、ここが私は、えっと、これ。 多分ちょっと表現先生ちょっと表現間違えちゃいましたとか言われるので大体25点です。でこの時点で上が10点だったらもう35点で7割ですからうもうこれで 7, 7割で先生いやだって先生こ,っちだからこれいらないって言ったでしょ括弧の3番はなかったことにしてくださいねとこれはもう6点でこんなの配点振ってないですよおそらく。 私いつも言っているんですが計算は配点振ってないんであのいらないんですよこれだからいらないということですねでおそらくもう一回、戻します空欄が3つから5つ正解するできれば5つなんか正解するといいですね10点なんでここがちょっと表現うまくいかなかったということで25点これで35点要するに7割なんですねで、まあ、もうちょっと実際とちょっとまあ不備があるかもしれませんので、まあ、それでも多分30点いきますですから、まあ、30点いくだろうなという感じ、ね、でちょっと裏返していただいてで回答例、ここに。 私アンダーラインつけたのは多分先生、この辺を見て採点しますよということなんですちょっと40じゃなくて49ですね、えーまあこう、括弧の2番ですね自己金融効果とは原価償却という手続きを通じて原価償却費に相当する資金が企業内に留保されるというこで、この定義はオフィシャルな定義じゃないですからね、オフィシャルな定義じゃないんで、ここは多少違ってもいいんですよ、別に、別にこの通り、一時食い一句、同じに書く必要はないんですが。はい これかけなかったらだめですからね、ちょっとなんか後で聞くのは怖いんですけど、ね、非現金支出費用だという、非資金支出費用、非現金でもいいのもう何で、なんでも言うんですが、あの現金、資金、支出費用だという、要お金を払わない資金的な流出がないんです、現金を流出しないんだけど、費用になるから、だから原価償却費というのは会社の中にお金がたまってくるんですよという効果、であとは適当に数値で、まあ、適当にという、ちょっと語弊がありますが、適当に、で一応、レックはまず収益が10万円あって、これはもう現金で、 回収してますよという前提で表現を作っていますですから収益が10万円あってでこれはもう全部現金で回収済みで,現金で、あとは費用ですね、費用については8万円かかっているんですがこの8万円費用がかかってこの内訳としてはえ普通に現金で払っているお金、費用が5万円でここですね、この現金ぐらい、これは書かなくていいんですからね、この3万円の現金。でここ この言葉入れてほしいね非現金、あるいは非資金でもいいでもどっちらもいいんですが非現金支出、非資金支出要だ、要するに3万円は限界しで、これが最終的にずっと下がっていただいてこれが結局お金として貯まる、でちなみにあのこれはちょっとコメントつけといたんですがこれだと分量が足りない。 ということで最後ちょっとこれ付け足しなおということでなおということでこれ書かなくていいですからねちょっと一応予備校的に予備校的にちょっと分量を増やさなきゃいけないということなんでこの金自己金融が減価償却を行う上で副次的に得られる効果だとあくまでも減価償却の目的が適正な期間減これ実は会計の世界ではよく言われるんですが目的と効果を区別しなきゃダメですよということで目的は適正な期間減価償却減価償却の目的は適正な期間減算でそれによる 効果としては自己金融効果があるんだということで目的と効果はちゃんと分けなきゃだめなんですよということなんですがこれおまけです先生、こんなの俺書けなかったら書けなくていいんですけどね、予備校だから書いてるんで皆さんにいいですか書かなくていいんですけどね。いということで問題1はそこまでにします。ではちょっっと次の問題に移ってていいただいて、はい すいませんね問題の2、リースですね、でちょっともう次のページですね、51ページ目、はい主要論点ということで、はい、リース会計ですね、でちょっとこれも、拝点書いておきましたよ、もちろん予想ですよ、でリース会計なんですが、これもあいうえおかきということで、7つで4点で14点ですね、で ABC で2点かける3箇所で6点かなということで。うん であとは、リース、資産やリースタイムの計上額の算定方法、ですねそれからリースの減価償却で,、はい、で、これをどうやって30点クリアするかということなんですが、まず、リース会計、ここ。 7, 7箇所あるんですねまず空欄7箇所あるんですが4つから5つかなというふうにちょっと考えます,ですが8点から10点ぐらい、まあ、4, 4つ正解したら8点5つだったら10点多分その辺かなと4つから5つということですであと次ですこのカッコの2番 ABC この中身をもうちょっと詳しく説明しなさいという設定なんですが2点かける3か所 ABC3 つの部分なんですが多分皆さん 1, 1点ずつぐらいしか多分三角全部三角になっているはずなんで丸はつけられない。 だから多分2点かける3か所なんですがここ多分予想得点3点ですですから1点ですからちょっと三角ですね。三角で1点で次ここ ここはなんとかリース資産、リース債務の計上額ということで、これは10点満点で8点ですね、やっぱここはある程度ピシャッと当てたいところ、で次、減価償却、減価償却は所有権が移転するかどうかちょっと違ってくるんですが、減価償却は10点満点で6点、ね、6点で最後、これは実は、カッコの6番が、ごめんなさい、カッコの5番ですね、これ実は国際会計基準なんですよ。だから本当はダメですよこれ皆さん出しちゃったら だって、これ国際会計での日本関係の関係ないというか、日本もそのうち変わるんでしょうけど、これ国際会計の話をしてるんで。なんでこんなんで、これ多分三点、なんかなんとなくちょこちょこっと書いて三点ぐらいから、十点満点で三点で、これ足すと多分三十点前後までいきますから。ですから、多分このくらいなのかなという感じで、ちょっと裏返していただいて、え回答例ですね。ちょっと最後に回答例見て、ちょっとおしまいにしたいと思うんですが。え回答例ですね。で。 ちなみに空欄はどれくらいできたんですかねでちなみにこれは先ほど見たリース会計なんで本来これ基準からの抜粋です基準からの抜粋なんでリース会計は別回ないんですよ本来は別回ないんですが使用収益とか実質的にただこれ空欄かとお怒られちゃううるせえよって先生に怒られちゃいますが実質的っていうのを空欄にするのっていう うんまあね、でこれできました売、通常の売買取引ですね、えー、ファイナンスは売買取引で,すで、オペレーティングは賃貸借なんですよ、賃貸借ということで、あとはまあコストで使用収益を権利だというものはこい、ね、でまあ、これは3つか4つは当てて、3か所か4か所ですね、当ててほしい、全部で7つあるんですけど、ね、ただ私は思うに、これ、基準なんで別解はないですよ、本来ちょっと別解はないんですが、おそらく皆さんの答案をバーっと見ていって、ほとんどこれ、できてないと。 いうことになると多分これ別解認めちゃいます三角ぐらい多分つける可能性出てきちゃいますんであの絶対に別解認めないかどうかでちょっとこれ皆さんの出来次第ですですから皆さんの出来次第ということでまあ通常は別解ないです基準なんで別解なしなんですがただちょっとさすがに皆さんこれ全然空欄埋まってないということになるとさすがにちょっと別解つけないと三0点いかなくなりますんでその辺は少し入れるかなという感じですねただ基本は別解はないということねだとこれですね A ですねこれは法的には解約できるんだけど事実上は でできななないいとううような意味なんですねそれから B ですね、ほとんど全てほとんど、一応この辺が中心の採点基準としては採点としてはこの辺からで次ですね、これできてほしかったのは、この括弧の3番でリースさんリース会場たったリース料の総額からこれに入っている利息を引いてくださいねと言ってるわけですよ。 ここを書けば多分10点満点で78点つきますから、ですからリース料の総額って利息入っちゃうんですよ、だから利息を除いて計算しないといけないってことね。あと4番、これ原価償却原価消却は所有権が移転するもの、移転というのは自分のほう、ね、<laughs> に移転するので、要するに自分が持っているのと同じになっちゃうんですよ、所有権が自分のほうに移ってきちゃうんで、そうすると結局、普通に持っている原価償却、固定資産と同じ原価償却になっちゃうんですよ。とところがが所有権が移転しない,という 相,相手に返す相手に返すということは、もうこれは相手,相手に返しちゃうんで、残存価格はゼロになっちゃうもちろん価値なんか残ってません相手に返すんですから、もう価値はないですよということで、定額をだとこの辺ができてれば、10点満点で、多分6点、7点つきますから、ですから、ここはちょっと書いてあるで、ここはアウト、うん、これね、この国際会計基準、これは完全にアウトですね、これはもう適当にごちゃごちゃか高いじゃ 2, 2点ぐらい、多分でこれ、誰もできないですよ。あの ちょっとこれもう一つの学校の学校受講生も見てるかもしれない先生、俺できたよと言われちゃったらあれなんですが、こんなの鑑定士でできる人いないはずですから、ですからこんなのは誰もできないので、ですからただかといって皆さん、ちょっとやりそうなのがう、う嘘を書いちゃだめですよ、あんまり適当なことばかりから先生、怒っちゃうで、いいか減にも程があるみたいに怒られちゃうと困っちゃうので、あまあ、適当にちょこちょこと書くと、大体2、3点、分かりましたまあ上げましょうということで、2、3点で、これで多分三30点前後ついてるんですよ、ですから、まあ、こんな感じになるかなということですね。はいでまあ 一応ちょっと最後にちょっと少し自慢もさせてほしいですが一応、減価償却をやりました、それから、えー、リースですね、まあ、この辺で,で、ちょっと皆さん受けられている人いないかもしれませんが、リース会計はこのプラスアルファートーレンってこれ、えーえー、上,上級者向けのコースなんですけどね、ねプラスアルファの4回目で、これ、実はリースって、ちなみにこれ、これリース会計って、空欄も当たってるんですよ。 空欄まで当たってるんですが、うん、誰も褒めてくれないんでちょっと自分で褒めようかなと思ってますけど、まあ、たんですだプラスアルファー,トーレなんで先生、これ受けてませんということで、まあ、ちょっとあれなんですが、まあ、一応プラスアルファ当ー連ーでもやりました、まあ、一応ですねただあのちょっとこれで大体おしまいにしますが、えー、原価償却と、えー、リースということであのこの2人の先生分かりやすいんですねあのどっちも先生もそうですが一番最後、一人の先生はあの原価償却の計算ですね。これはもうなかったことにしてください。それからリース会計も一番最後 国際会計基これももうほ,ほとんどなかったことにしてください。つまり鑑定士の試験は両方の問題そうんですが、一番最後に難しい問題を入れるのでこれは多分言ったと思いますよ皆さんに。要するに鑑定士の試験って最難関の国家試験なんでやっぱそれにふさわしい問題作りにしないといけないので一番最後はさすがにもうあなたたちは解けなくていいですよって言ってるわけですね。ですから当然で言ってるのに絶対皆さん先生私に聞いてる先生減価償却の計算ですだから計算いらないってもあれほど言ってるんですけど減価償却がな 何回言えば気が済むんでしょうみたいな。だから、もうや,やらなくていいんですよ、皆さん分かってください、基本ができていれば30点超えるように作ってくれますから、先生はで、ちなみに今年ちょっとしくじっちゃったという人、来年、まあ、当然、また来年も続けて受けていただきたいんですが、来年もこの2人の先生、継続する予定です、予定ですで、ちなみにもっと厳しいことを言うと、来年でこの2人の先生、終わりです、だから来年受かんないとだめですよ。 来年受からないと再来年になると2人の先生、交代しちゃいますからせっかくこんな,なんか分かりやすい問題作ってくれる先生なんでこの辺りに受かっておかないとあの再来年ですね、2021年までは多分この先生続くんで、年でちなみに2021年でこの2人の先生もお辞めになるはずです。ということは来年はあ、り前です原価消化が出ませんよリースも出ませんよ、まさか。ということでどんどん範囲が絞られるんで来年はもっと今年以上に予想は当てやすいんですよ、会計額は。 ですからまあそういうことを言うと外すんですがまあとりあえず、えー、来年ですね来年はこの先生最後の年になりますんでねですから多分今年と同じような作り込みになるはずですから基本重視という姿勢これだけしっかり覚えておいてください基本重視です基本を重視するで、えー、すれば何とか三十点は取れるということになりますんでねしっかりと、えー、また今後もですね勉強を継続して頑張ってくださいということでそろそろ私の方としてはこれぐらいにしたいと思いますんでもう最後ですね、えー、最後のバッターになりますんでちょっと川 から講師ですね。鑑定評価理論の方に移っていきたいと思います。はい。はい。では、鑑定理論について解説をしていきます。お手元、今度はねえっ、ー、と鑑定理論のレジュメの方を準備してください。はい、鑑定のレジュメなので確認をしていきます。はい、ではまたね。論文の方から確認していきます。じゃえっ、ー、とページ開いていただきまして、1ページ目ですね。問題1のところを見てください。 に合格答案の指針というところですね、そちらをちょっと見てください。はいで問,題1ですね、問題1は総論第5章、鑑定評価の条件について総論第9章、鑑定評価報告書の記載の理解を、ね、試す、そういった問題が出されています、えーっと。鑑定評価の条件は平成26年度の改正で大きく、ね、変更されまして、それを踏まえて平成29年度にですね条件の問題ですね。 総合問題みたいいのが出ていますただ条件というのはやっぱり重要であの担当本試験ですと本当毎年のように出されていましてで論文でもいや間がそんなに空いていないんですけど道は危ないという形で,で今回です、ねえー、と5章の問題で、ね、条件が、ね、また出たということになってきます。あと最近の本試験は9章メインじゃないんだけど小文の一つとしてそ、ね、9章の記載ですね書かせるそういった問題が出てますので、まあ、そういった傾向を踏まえた問題が問題一だったということになってきます。 第2なるく依頼者との合意や鑑定評価報告書への記載事項などや手薄になりがちな分野が問われているが多くの受験生はそれなりの対応はできたものと考えられます、えー、と一応、えー、とレッグでは論文実践当年というもので鑑定評価の条件の問題を出しましたのでその問題を、ね、しっかりと復習をしていただければ、まあ、ある程度の回答は作成できたんじゃないかなと思っております。でえー、最終行ですね 最終段落勝負どころは、正門さんが対象確定条件についての論点であることを的確に把握し、留意事項も引用しつつ、要件論を丁寧に説明できたか否かがポイントになってきます。まズバリこれですよね。正門さんがこの対象確定条件の問題だってことをしっかり把握できないとこれは厳しいです。 想定上の条件とかじゃないですかね。対象確定条件なんだってしっかりと確定した上で、で条件の問題でやっぱり一番勝負ところは要件論です。なので留意事項もね引用しつつ、丁寧に要件論をね記述することができたか否かが本問ですとまあ、ポイントになってきたということになってきます。で踏まえてちょっと解答例見ていきます。じゃあ2ページ進んでください。 はい、回答例見ていきますと、で証文の1はずばり留意事項ですよね、条件設定の必要性、これ、実践答弁でも書かせましたので、もうそれなりの、ね、回答が皆さん書けたと思います。で、えー、と分かりにくかったのは、証文2ですよね、依頼者との合意ですよね、これはあの、模範回答例なんで、なんか前後ね、肉付けした回答になっていますが、要は、このアンダーライン、アンダーライン引かれているところですね、条件設定する場合、依頼者との間で、 合意がなくてない、この基準さえ書ければ全く問題ないです、これ、模範解答例なんで、肉付けしてますが、もう基準の文言を、ね、しっかりと引用できれば、全く問題ないのが、証文2ということになっていきます。ポイントは、勝負どころは証文3ですよね、証文3。まずね、縦一で対象確定条件、上位概念的に述べた上で、縦に見てください。 使用収益、制約する権利が付着している不動産についてその権利がないものとして鑑定を行う場合例えば貸屋敷を自治てとして、ね、想定する場合等も対象確定条件に該当するんだってこと、ね、しっかりここ示すということできればこの具体例ですね例えば貸屋敷を自治てとして評価を行う場合これは担当の問題とかでもよく出てますよねこういった具体例なんか挙げれるとよく分かってますねって形でしっかり、ね、加点がもらえます。ででこれ要件論ですよね最終産業 ポイントは下から2行目、鑑定評価書の利用者の利益、外出労するかないかです、ね、この要件です。で、じゃあどういった場合に恐れがあるのかということが留意事項で示されてますね。ここです この問題はこ、ね、この留意事項ですね、3ページ上、この4、5行ほどの留意事項をしっかりと引用することができたか否かが、この問題ですとポイントです。恐れがある場合の留意事項、これも実践討練で書かせていますなんでこう、しっかりとこの留意事項を、ね、しっかりと、ね、書けたかどうかが、この問題ですとポイントになっていたんだということになっていきますで。最後、報告書に記載ですよね、やっぱり網羅的な学習が求められている、そういった記述が、ね、求められている。 23ページの模範解答例のそうです、ね、うんと7割ぐらいかけていれば、えー、十分合格ラインに届くと思います。証文に全然かけなくてもいいのである程度実践答例でも出していますので対象確定条件ね確定した上である程度要件をしっかり丁寧に説明して,説明して、まあ、7割ぐらいかけていれば十分、ね、あの合格ラインクリアできると思います。では問題にです、ね、4ページ移ってください。 はい、やはり合格答案の指針というところを見ていただきまして、えっと問題。には総論、大なる賞原価法のうち、原価法を求める2つの方法について、意義等の基礎的な知識とまあ、平成26年度の改正に問う問題が出されています。やっぱり原価法も平成26年の改正で結構ね。改正されてましてで。去年。 九手の問題の中で、えー、と原価法の前半部分再上達原価にかかる改正論点が出ている、んですねただ後半部分原価修正についての改正論点は出されていなかったので今回ですね、えー、原価法の問題が出されたということになっています。で第二段落 正門 1>, 1において基準を引用して点数を確実に積み上げるとともに正門2において平成26年改正論点である増築の繁栄について留意事項を引用しつつそれぞれの方法ごとに丁寧に説明することがポイントになってきますずばり本問はこの正門2についてこの増築の囲ねしっかりと説明できたかどうかがこの問題ですとね勝負どころになっていたということになってきます。で最終2行 公開模試で取材した論点なので、その復習しっかりと行っていたレック受講生ならば、十分な回答が作成できたと思います。一応ね、ほぼそのまま出してますので、まあ、公開模試の回答例で書いていただければ、ある程度点数が乗ってきたと思います。で踏まえては回答例、5ページ見てください。はい、まずは淡々とですね原価法の定義で原価修正の目的でも原価修正の意義ですね、あの淡々と述べてくださいあの、ね。こんな余計なこと書かなくていいですからね。で えっと2つの方法の説明です、まあ、中心論点ですので、あのこの経済的残存対応年数の記述とか、ね、こういったこともしっかり引用しながら、確実にこ、ね、点数を積み上げてほしいということになってきます。あとは、加点自由的に、この縦語ですかね、なぜ併用するのかですね、それぞれ端緒を示した上で、必ず併用ですね、これ、加点自由的に。えー、っとあと、記述の仕方としては、えーっと、それぞれの方法ごとにまあ長所、短所を示す、そういった格好でも問題ありません。 併用する理由として、まあね、短所等々を示すというパターンもあればそれぞれの方法ごとに長所短所を示すそういった回答でも全然問題ありません。あと、縦、えー、さんの最終、なお書きですね、なお対象動産が増築分と既存部分といった2つ以上の分別可能な組成分に構成されている場合の対応ですね、この記述ありますよね、これと、あとはこの観察原価法、縦音のこの 市場競争力、適切に反映すべきだって表現ありますよね。こちらをあの証文の2の説明の中で引用する、それも全然ありです。証文1じゃなくて証文の2の、ね、説明をするときに、このなお書きのところだったり、市場性を反映するんだということを、ねえー、と証文2の方で書いても、ね、全然問題ないです。で証文2見ますと6ページ まずこの縦位置の留意事項を、ね、まずはしっかりと示す、これ公開予し士も説明しました、この増築、しっかり反映していくんだって留意事項ありますので、ここから入っていかないと、です、ね、段位に即した論証とは言えません。で縦に対応年数に持つ方法、キーワードとしましては、えーとね、3行目、できる限り分別して、このあたりですよね、キーワード。観察献花法の場合は、市場性の反映ですよね、影響の程度。 増築が必ずしも市場線にプラスに作用するとは限らないということですね、そういったニュアンスをかけるかどうかがポイントということになってきます。まあ、あの公開模試の回答例どおり書いていただければあの十分な点数がついてきます。なので、えー、とこのででででこ回答例すすすと割、ねえー、割ぐらい書いてほしい書てしね、えーと 公開もししっかり復習していただければ、どうでしょう。ほぼそのまま回答例かけた方もいるんじゃないでしょうかね。まあ、八割ぐらい書いてほしかったのが、この問題にということになってきます。で、続いて問題三ですね。七ページ移ってください。はい、やっぱり合格とはの指針を見ていただきまして、問題三は総論第七章収益還元法のうち。土地財務法について、全般的な知識等問題が出されています。 やっぱり土地残余法も平成26年度の改正で結構改正されてる。だからつまり問題一から問題三すべてこれ実はね。平成26六年度の改正論点が問われてるんですよね。まだまだ残ってるってことです。で一番ポイントは本文はこの土地残余法。 特に類型が限定されれていなかったでですすよねねそれがこのの問題特特色です、ね、特に例えばさらつとか立てつけつとか類型が限定されていませんでしたので、ね、こう類型共通の議論として論証していく必要があったんだということになってきます 2> 第276、えー、基準留意事項の単なる引用では対応できない問題でありかつ小問、証文に丸2の大把握が難しく、えー、論文4問の中で一番点差が開きやすいそういった問題と言えると思います。 えーとこれ書き方が難しいですよね、かつこう大把握が難しい、えー、と証文もありましたよね、なので結構実力差が出るというんですかね、一番こう点数が開きやすかったのがこの問題さんだったんじゃないかなと思っております。 で最終産業、証文に1について丁寧な論証ができたか否かをポイントになるが公開模試において土台法ですね、えー、土壌報対策を手術するのでレ、えー、ク受構成ならば差をつけられない回答が作成できたのではないでしょうかということになっていきます。こここののの問題の一番のポイントはここですよね 土地財用法の定義、適用にあたっての留意点ですね、ここです、ここをしっかりと書けたか否かが、この問ポイントですね。で一応、類似問題、公開文字で出しましたので、ここね、ある程度復習していたならば、書けたんじゃないかなと思っております。で回答例見ていきますと、じゃあ8ページ進んでください。 はい、8ページ、淡々とですからねあの、収益還元法の定義で、で、えー、直接還元法、d c 法の定義を淡々と述べていく、であと一応、貸し屋敷出てきましたので、ぎりぎり貸し屋敷の定義、で縦2の2行目、貸し屋敷の収益価格というのは、実際、実質賃料に基づいて求めていくんだと。 まあ,あとこの回答例では割愛しましたがギリギリ貸し屋敷の鑑定評価の求め方それぐらいです、それ以上は書く必要はありません、あくまで証文2が中心論点ですからね証文1は証文2の上位概念を簡単に書けばいいんですよとそういったこれね、えー、大把握で大ですから証文1は、ね、こう長々と論じるというのはそれに大に即した論証とは言いませんので、まあ、淡々と書いていくということです。 でこれ公開申しでも言いましたが、累計共通の定義を準備しておくと、これねえー、論証がしやすいということで、縦一土地残余法とは、収益還元法以外の省によって、建物等の価格を求めることができるときに、建物にその敷地もつく純収益から、建物等に帰属する純収益を控除した残余の純収益を還元リマルで還元して、土地の収益価格を求める方向で、一期間の純収益に着目している点で、直接還元法に分類されます。 ここで証文の1で直接還元法の定義を述べていることにつながってくるということですね、一言述べるということです。で、縦位置第2区ぜひこれを指摘してほしいんですね、土地残余法はこのあと、対象不動産が更地、立て付け地および借、えー、地権である場合においてで土地建物等から帰属性、構成される複合不動産が生み出す順守益を土地建物に適正に配分することができる場合に有効だ。つまり 適用する累計がサラチー縦付けチ借地権なんだってことをですね、ぜひ指摘してほしいということです。指摘した上でで縦にでそれぞれごとに。 さら地の鑑定評価の場面の留意点、で立て付け地の鑑定評価の場合の留意点で、借地権の鑑定評価の場合の留意点という形で丁寧に述べてほしかったということになってきます。でちなみにさら地についてはさら地は常に最有効使用が可能なのでズバリ最有効使用の賃貸用建物等の建築を想定することによって土地財務法を適用していくんだってね、そういった留意点。で一方て付け 敷地上に建物が存在しているので現状の建物を賃貸に供することを前提に土地財予法を適用していくんだということですよね。で一方地地権着地権契約ありきですなので 借地内容の地契約の内容に基づく建物を前提として土地残余法を提供していくんだということですね、こういったことを書けると、累計ごとの留意点ということですね、しっかりと、ね、流れよく自分の理解をアピールできるということになってきます。あと忘れずに8ページ、最終産業の青書きを見てください。 なお、建て付け地及び借地権の鑑定評価における土地残余法の適用にあたっては建物が古い場合には富豪不動産の生み出す純収益から土地に帰属する純収益が定格に求められないことが多いので建物は新築か築後間もないものでなければならないこれ、留意事項示されていますので、ね、忘れずにしっかりとこれ、建て付け地と借地権の場合の留意事項ですからね、しっかりと引用するということになってきます。で 大把握難しかったのは、証文ですよね。もう一度7ページ問題文戻っていただきまして、はい、証文に丸2、貸子屋式の鑑定評価における直接歓迎法と比較して、両者で算定する順守歴にどのような違いがあるか説明しなさいですよね。これ、多分4問の中で唯一ここが、ね、大把握難しかったと思います。一応ヒントがあります、ね、まず 順守益,益,益,益、さらによく、ね、講義でも説明してるんですけど難しい問題が出た場合には変に難しく考えずにこれ簡単にです、ねえー、単純に考えたほうがいいです。一応この試験員は多分土地財余法の留意事項の上からの順番で淡々と問題文を作っていたと思うんですね。 で土地残余法の留意事項の最後のフレーズは何が書いてありますかね、土地残余法最後これ、ライフサイクルを踏まえてって留意事項が最後です、多分そこを書かせたかったと思います、単純に言うと、つまり回答例としましては、これ順収益というフレーズもヒントになるんですけどそれが9ページ、回答例を見てください。はい、9ページ えと土地残余法の適用にあたっては賃貸事業におけるライフサイクルの関点を踏まえて複合不動産が生み出す純収益土地に帰属する純収益を適切に求める必要があり建物の建築に要する未収入期間を考慮して土地に帰属する純収益を算定する場合があるですね多分ですねここを聞きたかったんだと思いますだから、純収益というフレーズこれ出てきません、純収益、純収益です。で さら地の場合、あとは建物がない借地権の場合には建築中の、ね、家賃収入が入ってこない、そういった未収入期間を踏まえて、準収益を求める必要がありますあの。演習でも未収入期間修正率をかけてやってますよね、そこのことです。で、対比的に縦に、一方、すでに賃貸に供されている貸し屋敷の場合は、実際、実賃料もついて直接還元法を適用していくため、準収益の算定においては、 建物の建築に要する未収入期間を考慮する必要がないんだってことですよね。多分ですね私の想定ですと、多分ここを聞きたかったんじゃないかなと私は思っています。ただ、なかなかこの通り回答例を書けた人はいないと思います。で、ポイントは結局、これ、いろんな書き方を、ね、いろんな受験生がしていると思います。なので、絶対部分点がもらえます。なので、こういうときこそ基礎を重視して自分の鑑定理論の考え方をですね自分なりに書ければいいということです。例えば さら地は常に最優先講が可能なので、最優効講習を前提として総収益を求めるとかいいです。で一方、貸し屋敷は実際のものを使っていくので必ずしも最優交渉を高めらない。これ、OK、でです。す。全然、OK、ですさらに更地の場合には、えー、想定した正常実質賃料を使っていくけど、一方、貸し屋敷は実際実質賃料を使っていく。これででででももいいいいす。す。何でもいいです 嘘じゃなくて自分なりの鑑定理論の考え方が示されていればこれ全然部分点ついていきますそういった対応ができたかどうかがこの証問に丸みのポイントということになってきますで、えー、と問題さんはこの模範解答例のそうです、ね、6割ぐらい6割ぐらいですねかけていれば十分ですね合格ラインクリアできると思いますで10ページ問題を見てください はい、やはり合格等の指針ですね、問題4は、各論第三章、証券化対象動作の鑑定評価について、不動産鑑定士の説明責任、及び処理計画の策定に関する知識等問題が出されています。 閣論第3章というのは平成19年度に加えられて平成20年度から試験範囲になりまして20、21、2十日という形で3年連続で出されていてしばらく出ていなかったんですけど平成28年度からこう次の取材サイクルがこれ始まっていましてそういった意味では閣論三章というのは、ねえー、と十分出されるとおかしくない、ね、そういった取材サイクルの分野ということになってきます。ただということはです、ね、第で 典型論点である不動産鑑定士の説明責任についてしっかりと基準を引用した上でマイナー論点である処理計画の作成について守りの論証ができたか否かがポイントとなってくると思います。説明責任はそんなにねマイナーじゃないと思うんですけど、この処理計画の作成はさすがにマイナーですよね。この、えー、消耗にねどれだけ守りの回答ができたかどうかがポイントになってくると思います。で最終2行。 多くの受験生が苦手意識を持つ格論第三者について網羅的な学習ができていたか否かが試される問題となっています。 えと鑑定理論は4問出されますで、いつも言うんですけど、4問中、大体1問ぐらいがこういった B ランク的な、荒的な問題が出ます、一応ね、そういった対策を行っていたのが、レックでいうところの必修論点総ざらい講座ですで、一応ね、その中では説明責任とか、あとこれ、処理計画の作成ですね、少し絡めてやっていますので、そういったね、やっぱり必修論点総ざらい、それから荒的なところまで、ね、ちゃんとカバーできるような、網羅的な、やっぱりね、網羅的な学習がちゃんとできていれば、 少なくとも差がつけられるような回答には、ね、これならなかったと思います。で回答例を見ていきますと11ページ、まあ、淡々と証券家対象動産の意義、縦2でこれ説明責任の前段階として各、えー、論参照の責務の、ね、導入部です、ね、で,縦 3, です縦3、こ2つの説明責任基準で示されていますので、まあ、淡々と基準通り述べれば十分な回答ですね、あの必修論点総ざらいでも、ね、扱っています。 証文にですよね、でまあ、内容はこれ読めばそんなに難しくないですよね、いざ読んでみると、これしっかりと事前に、えー、と資料の項目でいつ入手できてで、作成者から説明を受ける結果があるのか、あと実地調査はどこまでできるのか、そういったことから事前に確認した上で、しっかりと、ね、適切な処理計画を作成するんだ、そういった内容なんですね。でポイントは 皆さん、ER は重要論点で定義しっかり覚えてますよね。で、この括弧さんのところで、事前確認の括弧さんで ER の定義、これ覚えてますよね。で、こういうときに、これ、ね、山張りじゃなくてやっぱ、ね、あくまでメリハリなので、ER の定義を覚えるときに、やっぱり当然、前後関係を見なきゃいけない、これ、やっぱり、チラ見やしなきゃいけないところです。あの がっちり覚える必要はないんですよ。ただ、er の定義を覚えるときにこの er の定義が出てきてるのは、処理計画の作成段階のこう。事前の確認の中の重要な資料として er が出てきているんだなってこと。さえちゃんと見てればこれね。この程度のね。内容難しくないですかね。この程度の文章は自分の言葉で書けたはずなんです。これ、きっちり基準通り書かなくて全然問題ないですよ。とにかく守りの答案書ければいいのででこの時に。 ER の定義だけを覚えてしまって山張りしちゃうのはだめであくまでメリハリで前後関係もちゃんと、ね、一応四読ぐらいのことをしとかないとそれが網羅的な勉強で、まあ、そういったことが試されていたのが小問、ね、2の、ね、これ処理計画の策定ということになってきます。で留意すべき事項としましては、えー、と11ページ最終産業。 処理計画の作成にあたっての確認についてはこれ、ね、評価担当鑑定士以外のものが確認を行うこともあるんですけがメインであります、評価鑑定担当鑑定士は、えー、他のものが行ったものを責任を負うんだこれ、担当とかでよく出されている論点ですよね。これあの理解はできていると思います。これもちなみをしておけばこの程度の類似語は自分なりの表現で書けたはずなんですね。やっぱり、ね、そういうことです。きっちり覚えてなくても全然問題ないです。ただしっかりと理解をしていればこれ自分の言葉で書けたはずなんです。で12ページ で、十二ページはこれ処理計画の策定で、後々の面積のためにね。記録をとどめておけって、うるね、確認事項の記録についての、こう留意事項が示されて。これ、一週論点相たれて扱っていますので。ある程度はね、本当は回答を叱った、ね、そういった論証ということになってきます。まあ、ただですよ、ただ、なかなか難しいです。えっ、ー、と、証文の位置は典型論点ですので、ある程度は書いてほしいんですけど。証文には、えー、ギリギリ結局、こう問われていること。証文には。 処理計画の策定の説明、確認すべき事項を留意すべき点ありますよねぜひこの3つに自分なりの言葉でですねなんとか食らいついて書いて、で答案かければ、あのね、そんなにこれ実際問題用はそんなに差がつかないはずです。なので、この模範解答例のそうですねうん、まあ、4 5割、まあ5割、5割ぐらい。 特に証文には自分の言葉で構いませんのでなんとか5割ぐらいの回答を、ね、自分なりの言葉で書ければあの実際は問題はは、ね、そんなに、ね、点差がつかないそういった問題ということになってきます。で問題だったのはラスボスですよね、えー、と演習ということになってきます。じゃあ演習ペペーージジの28ページ見てください。 はい、演習ページの28ページを見てください、はい、合格答案の指針となっているところですね、えー、令和2年度の演習問題は更地の限定価格の鑑定評価というやや応用的な問題が出されています、えー、更地の限定価格の鑑定は価、ね、少しひねられた問題が出されています 次の段落に、ね、移っていきまして、昨年度の演習問題と比較すると、問題量が格段に増加している点が一番の特徴であり、最後まで処理できた受験生はです、ね、ほとんどいなかっただろうと考えられます。これが一番ですね、問題量がです、ねも,うね、ものすごく増えています。どうでしょう、ブック形式やられる方は、ブック形式の段階でこうやばいんじゃないかなと思ったんじゃないでしょうかね、それぐらい分量が多かった問題です。で、 なぜかといいますと多分なんですが第2なる2行目考案昨年度の演習問題において、えー、合格者レベルの中ではあまり点差がつかない結果となったことから合格者レベルの中でも点差がつくように質ではなく量で難化を図ったものと想定されます。 えっと去年の本試験問題はある程度レベルの方はです、ね、ほとんど最後までいっていますで点数をヒアリングしますと結構80点台、ね、いっぱいいました去年の問題はあんまり合格者レベルの中では点差がつかなかったと思うんですねでじゃあ点差をつけるためには演習問題はどうするか内容を難しくするという選択肢もあるんですけどそれは今の本試験傾向にちょっと合っていないのでなので単純に量を増やすことで点差がつくような問題にまあしたんじゃないかなと一応想定されます。 で次の7区、更地の限定価格の鑑定評価についてはオプション講座であるが神経式、演習問題、キルで扱っておりまた更地について取引事例確保、土地残余法開発を適用する問題は公開文書でもお伝えしているので処理の流れ自体は理解できたものと思われます。 一応、オプション講座なんですけど、さら地の限定価格の問題を出しています。あと、取り壊し産有効誌の問題だったんですけど、公開模試で、さ、え、ら、ー、地について取引事例確保、土地産予報、開発法です、ね、参照を適用させる問題も出していますので、処理の流れ自体はですね理解できたと思います。で次の7 一つ一つの処理についても特に応用的な処理はなく公開模試や当連等で身につけてきた処理,力処理力で十分に対応できるものであり内容自体は難しいものではなかったものです。まいうこと問題読み直して見た後にそれで見ると、まあ、内容としては時間がありさえすれば解けたなってそういう感覚だと思うんですよねあの特にね応用論点はなかったですだから当、ね、連等々で身につけた処理能力で十分に対応できるそういった問題でした。 まあた、だってことですね。次ただし、緊張する本試験の場で30ページ近い大量の問題文を迅速かつ的確に読み込んでいくのは、これなかなかハードルがね。高いものだったと言えます。あのこの問題ちゃんと作られてるんですよね。だから、指示項とか端数処理とか都度都度丁寧に書かれてますよね。だから、これ問題量が多いんですよね。あのちゃんと作ってる分で。 いちいち事例を選択しなきゃならなかったこれが結構大変でしたね、つどつど事例選択、なのでそういった意味でもなかなかこれ、ね、時間内に処理するのは難しかったと思いますで。次、本文のようなボリュームのある問題については最後まで処理できないこと自体は問題なく開き直って一つ一つの処理を、ね、落ち着いて処理することが重要となってきます。あの えと平成29年度に DCA 法の問題出たんですけど、えー、とほぼねみんな最後までいけませんでした大体 DCA 法の初年度順守へぐらいでみんな終わってるんですよねでみんな合格しています、えー、最後まで書けなくても処理できなくても合格していますでその年の問題は何が問題だったかというと DCA 法問題じゃなくて 原価法でいっぱいミスをした人がその年、やっぱり落ちてるんですよね。なので、やっぱりこの問題も最後までいかないことは全く問題ないです。それよりもやっぱり焦ってしまって、キャリアスミスをしてしまうというのがこの問題ですので、一番の問題だったということになってきますつまり、最終理由で従がって、トイオンの開発法までなんとかたどり着いて、 で、そこまでどれだけキャリースミスを最低限にとどめることができたか、否かが点数ですね。点差になってくると思います。えー、そうですね。まあ、紅葉、漱石数ぐらいまでは、なんとかあの開発を自体は終わらせる必要はないです。なんとか開発層に入ってできればやっぱり紅葉漱石数ぐらいまでをね。ちゃんとやっていただいて、あとはその前段階でどれだけキャリースミスをね。最小限に、ね、焦らずにとどめることができたのか、それ以下によってまあ点差がね。広がってくると思います。 だから、ね、最後までいけない、それで不合格、全然関係ない、最後までいけなくても全然問題なかった問題がこれ、ね、今回の演習問題、私はあの最後まで処理できないと合格できないという問題ならばこれよろしくない問題ですけど今年の問題は、まあ、ちょっと分量多いんですけどでも結構実力差が出るある意味いい演習問題だったんじゃないかなと、ね、個人的には思っています。 あのもう今年は、ね、あの2ヶ月分ぐらい後ろ倒しになっちゃってますので、えっと、実務収集です、ね、あのもう受かる可能性のある方は、ね、しっかりと自分でこう準備しておく必要があります。受け方は3パターンですよね、えー、就職・転職をして実務収集を受けるのかあとは明海大学で受けるのかあとは実務収集に特化したまあ大島先生のような事務所のところでやるのか、ね、3パターンです。でいずれにしろある程度枠がありますので、まあ、早い段階で情報収集して早め早めにです、ね、これ動くようにしてください。でとにかく あの演習は部分点もらえますし、えっ、ー、と鑑定での採点は私の採点よりもね、あの実際の本試験はいい点数取れますのであの十分ですね点数上がっていくと思いますので受かる可能性がある方はですねぜひあの受かってからね動き出す遅いのであの実務収集のことですねしっかりとねこれちゃんと考えておくようにしてください。はいじゃあ最後改正民法について岡先生からお話をしていただきます。 はいすいませんまた再度豊川が登壇させていただきましたで一応改正民法についてあの簡単にお話をしたいと思いますもう皆さん、ね、お疲れだと思いますんであので本当に気楽に形について構いませんのであの最後、ちょっとお聞きになってくださいで皆さんの中で今年論文についてかなり手応えがある方はいいんですけどもそうじゃなくて、ね、ちょっと、ね、手応えあるけどちょっと自信ないなって方あるいはもう完全に来年見据えて、ね、もう勉強再開するんだって方はなるはいで改正民法を始めてください。 で一応ねよいしょこの民法改正対策講座全6回、ね、これ15時間です1コマ2.5なんで、えー、と15時間、ね、これ論文、えー、と徹底強化コースあるいは論文集中強化コースに含まれてます、ね、とにかくこれを使ってなるはえで改正民法をやっちゃってください。で本当に、ね、あの年明けのの論文の発表を待ってから 改正民法の勉強を始めたんではね、来年、あのちょっと間に合わない可能性がありますので、来年の本試験ですね、結構ね、あの改正が広範囲にわたっているんですよ。ですから、なる範囲で始めてください。で、ちょこっと、ね、じゃあどんだけ後輩なんだよということをちょっとしていただくために、ちょっと軽くプチ講義します。で、ちょっと軽く聞いてください。で、皆さんね、売買、売買のところで、売り主の担保責任というのを勉強したでしょ。でその時にね 家を買ったた。ら床下が城に食われてたこの時にいわゆる法定責任説って勉強したと思うんですよ勉強したところが今回の民法改正によってその法定責任説消えてます消えてます実は改正前からこの売り主の担保責任に関してはね法定責任説っていう考え方と債務不履行説っていう考え方がこう対立したんですよ で今回の民法改正を受けて、ね、皆さんが答案でお書きになられてた法定責任説っていうのが消えて債務不履行説で明文化されてるんですよですから大幅にね民法の担保責任制度を一つ取ってみても全然今までと違うんですねでちょっとこれねテキストなんですけどもこれ民法改正対策講座へのテキストですこれ別途私作りましたでちょっと一か所てみてほしいんですよ これでです売主の担保責任で今度、改正によって契約不適合責任という名前がついたんですけどもこの今回ね、ね明文化されたこのいわゆる債務不履行責任説ってどんな考え方かというとねまさに名前の通りでこのの債務不履行の延長って考えるんですよ今まで皆さんが勉強された法定責任説は債務不履行とあの 担保責任全く切り離しして考えたでしょ今度違うのこのこ債務不履行、3つありますよね、履行地帯、履行不能そして不完全履行でこの不完全履行の延長が売り主の担保責任契約不適合責任というふうに、ね、これ、再構成されてるんですよ。ですから、今までの理解全く通用しません。ですね 売り主の担保責任一つ取ってみた。こういうね。大幅な改正が行われてますんで、ぜひね。皆さんね。ちょっと疲れて体に鞭打つようで恐縮ですけど、改正民法ね。始めるって方は慣れ7回で始めてくださいね。じゃ、以上をもちまして、2020論文本試験を切ろ終わります。本当にね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。気をつけて帰ってください。